こんにちは、民謡の阿部です。今日はストライカーの暗黙知の部分ということで、アトレチコマドリードのマンジュキッチ選手を参考に、競り合いの後のこぼれ球のスペース、どこに入っていくかという部分を見ていきたいと思います。Вырывается к чужим воротам и, как говорят хорваты, фино! С правой ноги четко в дальний угол! Hi. ということで、とてもね、単純なところなんですけど、ストライカーが、フォワードの選手が何をしなきゃいけないか、試合の中で何を求められるか、当然得点っていう部分を求められます。マンジュキッチ選手が、ここで、最初マンジュキッチ選手はここで競り合うんですけど、ゴールに対してこのスペースで、赤がアトレチコの選手だとして、この選手はゴールキックが高いボールがヘディングの競り合いの後どこを狙っているかというと、この後ろのスペースを狙っています。この2人の競り合っているこの後ろのスペースを、なぜかというと、ここにこぼれてくれば一気にゴールまで行けるからです。ここでマンジュキッチ選手が競り合ってた時に、まあここは狙ってましたが、そこまでシュートまで行けるボールではなく、早くもう一度浮き球のボールが上がります。そしてここでもう一度浮き球の競り合いが起こるのですが、自分がヘディングを競った後、マンジュキッチ選手はもう一度競り合いの後ろのスペースを狙って動き出しています。ここに、ここを狙うために、ここで競り合いが起こる。ここで競り合いが起こった時に、前のスペースをフォワードの選手は狙うべきです。ここで競り合いが起こった時、後ろのスペースはまたうちのチームのボランチの選手や後ろの選手が拾えるので、フォワードの選手があえて後ろにいるのではなく、競り合いの起こってる前のスペースを狙う、もしくは走り込む。早めに走りすぎたらオフサイドになるので、この浮き球を競り合っているその後ろのスペースをフォワードの選手はまず狙うべき。1人目が狙って、また2人目が狙ってゴールになったシーンでした。フォワードの選手は競り合いが起こってたら、まず後ろはボランチやディフェンスの選手がそのスペースは狙えるので、フォワードの選手しか狙えない前のスペースを狙っておく、動いておくということが得点を生む要素になります。перестроение по сравнению с первым матчем, но, может быть, оно к лучшему, если вы регулярно следите за тем, что происходит в европейском футболе, то видите, как футболисты Атлетико открывает счет и делает это Марио Манджукич. Сходу вот такое бодрое начало. Да, вот так нужно было в центре поплотнее играть, считает Карло Анчелотти. Иначе никак, а иначе Марио Манджукич
Жукич-Манжукичем, а Гризман как воздух выиграл. Вырывается к чужим воротам, и, как говорят хорваты... こういうとこですね。ここで競り合うときにこの選手がちょっとオフサイドのディフェンスラインの選手を気にしながら、ここで競り合っているこの奥のスペースを狙って、こういう奥のスペースを狙って動き出している。フォワードの選手は、こういう後ろの選手は自分じゃない選手でもここのボールは拾えることができるので、自分しか狙えないこの前のスペースを狙うべき。ここで競り合いが起こっている時に、この選手が予測して前に動き出そうと、このスペースが一番可能性が高いと感じて前に出ようとしていますが、まあ、当然ね、前を狙ったからって、競り合いが起こってる時に前を狙ったからって毎回そこにボールが出てくるわけではないですし、フォワードの選手がヘディングで競り負けることもありますが、まあ、特にね、小学校だったり中学校の試合を見てると、そういうフォワードが一番行かなければいけないスペースや狙うべきスペース、フォワードしか行けない相手ゴールに一番近いフォワードが一番行くべきところに行ってない、ボールの競り合いを立ち止まって見てるシーンがね、いくつか見られるので、こういう自分の近くで起こっている競り合いはゴールの方にこぼれてきたら、自分がシュートを決めれるところを狙う、オフサイドにならないようにそういうスペースに入っていく、動いておく、走っておく、走れる準備をしておくということを徹底して得点数を上げていきましょう。Атлетика уже на...